ばい、29分。あれ、設定がリセットされてる。9時29分、24、25。やばい、あと30秒だ。挨拶したいけど、放送しながらだと迷惑かかりそうな気もするので、取る。降ってるなぁ。グッドモーニング。ちょっと待ちよ。あ、あれ、なんか音が違う。ちょっと待ちよ。音が違う。いや、合ってるな。ん？あれ？あれ？これ音違ってませんか？音違ってますか？なんか違うような。よろしくお願いします。ああ、なんだろう。おかしい。出力間違えてもないよな。ん？どこだ？なんで？あれ？あれ？入力がおかしい。 FMLE を
もっぺん起動し直して、これあれかな、もう FML やめて通常配信かな。大してクオリティ変わらん。こうしてこうして、無料延長、そう、目指します。あれ？これもおかしい。こっちだったらウェブカメラが入ってるから大丈夫ですよね。しかしこれだと これだと風音が入りまくる。今、ウェブカメラのマイクしました。ちょっと待ってください。もう一遍USB オーディオに切り替えてみます。USB オーディオがなぜか音声入力受け付けてない。ちょっと待ちよ。ん？やっぱり違うな。ダメだな。USB オーディオアダプターからの音がなぜか取り込めてない。理由がわからないけど、じゃあしばらくこれでいきますかね。風があんまり強くなければ、ウェブカメラでもそこそこ聞こえると思うので、今これウェブカメラ音声です。ただちょっとでも風が吹いたらえらいことになります。しばらく様子見てこれでいきますね。よし。本体の、その方がいいかもしれないですね。今ここにいるうちに手やっとくかな。ちょっとまだお待たせしますけど、こっちの PC だとですね、再起動して、するのにえらい時間かかるので、クロスバイクです。飛行機リンクの時いつもクロスバイク。おはようございます。じゃあ、お？止まってる。止まった。雨パラついてる感じですね。あれ、今なんで止まった？じゃあ PC 再起動してきます。PC 再起動してきますと。再起動。何かな？理由がわからない。そもそも読み上げの方は入らないはずなのに。朝から配信トラブル。お、つながった。これは2代目かな。おはようございます。で、あれ？
来た来た。ああああ、あれ入ってない。おかしい。よっと。ああああああ。USB オーディオが調子悪いですね。もうどうせ今日そんなにちゃんと配信できるわけじゃないんだし、もうウェブカメラ音声でいいよ。これでいきますよ、もう。よし。じゃあ風が吹いたらすいません。大変な聞きづらさになると思います。ふう。さて、じゃあ状況から説明しましょうかね。民宿浜辺さんにお世話になってました。ちょっと今挨拶したかったけど、呼び出すのもあれだし、放送しながらっていうのもあれだから、ここの夕食めちゃくちゃ美味しかったですね。今回ビアンキです。で、早速今配信、9時半頃からまたちょっと降ってて、あと今通常配信です。じゃあ出発。ハーフピンガー、あ、そうそう、意外と気温はめちゃくちゃ寒くはないんですよ。意外と大丈夫。さて、ここは今なんかガサッていった。ここは海水浴場の近くの宿でした。海水浴場自体どこにあるんだっけ。民宿浜辺さんです。建物自体が結構新しいんで、割と、まあ、最近って言っても10年、20年かな、10年ぐらいかな、始められたとこじゃないんですかね。どない、また止まってますかね。よっと。でも指出しはちょっと寒いか。ああ、止まってる止まってる。もう、こうか。調子悪いですね。ウェブカメラがどうもなんか、流れてない。あれ？やっと行った。ウェブカメラがなんか接触悪いですね。簡単に止まってしまう。ちょっとこれ、端子がねじれてるか。いや、そうでもない。ウェブカメラが切れやすいです。そーっとカバンの中に入れて、これでどうかな？いかがでしょうか。つながってますか。つながってなかったらこれも聞こえないんだけど。雨で、いやー、錆びたりはしてないですね。今つながった状態になってるかどうか知りたいです。見えてたら教えてください。よっと。電波、まあないところもありますけどね。それよりも今は機材の方が の問題の方が大きい。ダメか。よいしょ。昨日はそんなに問題なかったのにな。止まってる。なんだろうな。なんで止まる？うわ、雨が。
なんて止まる。よいしょ。うわ、ちょ、雨です。昨日ちょっとここで買い物しました。おはようございます。起きました。その後また止まるかな。ウェブカメラがなんか接触悪いせいか、なんか映像入力が止まって全体が止まってしまいますね。おはようございました。さあ風が来ると寒い。みんなは大丈夫ですかね。今流れてますかね。 USB 延長ケーブルを一ねじりしてつないでみましたけど、はあ、これじゃあ多分私の声言ってないですね。ウェブカメラ音声だから。おはようございます。この辺りは密集しているところですね。ただすごく狭いエリアだと思います。音めちゃくちゃですよね今。すいません、なんか USB の音がちゃんと、あ、そうそう、今朝ちょっと昨日の夜ですね、なんか2時過ぎぐらいまで、ね、寝つけなくて、でそのせいで今朝少し眠かったんで、ほんの少しだけ、少しだけ、ちょっとだけ朝寝してきました。ちょっとグローブがこれじゃ冷たいので、グローブが冷たいわけじゃないけれども、そう、宇宙のこと、この世のことについていろいろ考えてたので。福江島です。ふう、あったかくなった。でこっち側は道的にいろいろ行き止まりなんで、アップダウン、いやでも最大ルートラボのあれ高さ 100m の範囲だけなんで、そんなにアップダウンある方ではないです。今日は大したことないです。昨日のとこまで戻るのか。ちなみに小学校ですよねこれは。いや違うか、なんとか施設って書いてある。これもしかして元小学校かな。玉の浦町健康管理増進施設、これって元小学校ではいかにも校門らしい柱が立ってるけど、名前は削られ、名前の部分はくぼんでます。ゆで干しかんころ集荷について、集荷日常時に受けします。これってあれか、コンビニはないけど小さな商店はありましたね。今映像来てますか。これさつまいもの干したやつを、いわゆる干し芋の集荷っていうのは、犬、あ、まだ繋がってますね。大丈夫ですね。この4乾燥、折り曲げてパキッと折れるくらいっていうこの基準は、ってことは集荷っていうのは作ってる人たちに対して買い上げに行きますよっていう案内なんですかね。これは両目みながけ 11kg、 玄米袋、ね、農協にも空きが在庫がありますのでご連絡ください。飼料袋は使用しないでください。販売価格確保予定、高系その他 A 650円パーキログラム。なんかいろいろ専門用語が使ってあって分かんないとこありますけど、やっぱり昨日見た竹が斜めに渡してある乾燥小屋みたいな、あれはさつまいも干しなんですかね。ゆで干しかんころちょんまげ、あれ今どうやって見えましたかね。ああ日が出てくるとあったかい。年の瀬、まあ門松とかしめ縄飾りとか見るとそうですね。晴れてきた。今日はですね雨雲が
すぐ近くでできてこっちを通過していくっていう、だからいつ降ってくるか全然わかんないんですよ。あーでもいいなこういうところ、晴れ間がまた、どうやろうかな。というかこのマイク入力受け付けてないのが意味がわからん。 USB オーディオのどの部分に、あ、単にミュートがオンになったりしてるのかな。でもそれだと読み上げ入るわけないし。お、いらっしゃいませ、おはようございます。ちょっと音声ひどい状態でやってます、 GoPro 動画の方で。今日は何か綿的なものあったかな、人、まあそうですね、後藤です。あ、今ここでも朝のうちだけかもしれないです。使う人が多くなると落ちてしまうので、後藤レッドは明後日までいたいんですけど、天気と船のスケジュール次第。あー、これは全然音いってないだろうな。昨日こう夜真っ暗なんかを走ってきました。ちょっとオーディオデバイスの方だったら、開けそうですか、聞こえます。もう一遍チャレンジ。 USB オーディオの物理ボタンがミュートになってる可能性がある。どっちだ、これか、いや、これは確かオフ、こっちの方がオフじゃなかったっけ。福江の、ダメだな、意味がわからん、どういうこと。こうでもないよな、きっと。ダメだな。理由がわからないけどもうしょうがないですね、こりゃ。ウェブカメラに貼り付けられるモワモワしたものはUSB ハブは使ってなくて、PC 本体の2個の USB の口を使ってます。ティッシュ系のものがあればいいけど、ティッシュ持ってきてないんですよね今回。まあいいや、聞こえてるんだったらすいません、これでいきます。さて、やっと昨日こっちの方から山下ってきました。暗くてとても寒かった、雨が降ってたし。時期朝飯はですね、まあ普通の和食です。目玉焼き、こっちかな。お、充電器。本当は向こうの方の、半島も時間があったら行きたかったんですけどね、あっち行くと1日100キロぐらいになっちゃうんで。こうは今回はクロスバイクです。またススキがあったら貼り付けてもいいんだけどな。今ここ音声バリバリいってるせいかな、大砲憩いの広場、公衆トイレこんなとこにあったのか。耳が、すいません、隙はないことはないな。でもススキじゃないなこれ。あ、これススキだ。じゃあウェブカメラマイク対策しますかね。おはようございます。
構成マイク。雨が降ったり止んだりです。指向性マイク使うとどうなるんですかね。やった。これをマスキングテープとこのススキを使ってこのススキを使うと後であのウェブカメラを放送終わってウェブカメラをしまい込んだ時にウェブカメラからその綿毛がどんどん剥がれてバッグの中汚れるんですよね。ススキ風防。年末年始そうです、いつもススキをマイクにするんじゃなくてマイクよっと、あ、そうだ、そういうオートフォーカスそんな当てなかったっけ。この発想この間やったんですよ。よっとっと、よいしょ、ちょっとススキが邪魔になるな。まあこんなもんか。おお、なんかかっこいい。今オートフォーカスオンになってないかな。事案が。よいしょ、これでどうかな。あああああああってやったって、これ風吹いてる状態じゃなくて意味ないですけどね。オートフォーカスはあオフになってたか。ススキのですね、神岡いらっしゃいませ。はい、この通り見えますか。ちょっとあの上の方に盛大にはみ出しすぎたけど、ちょっと少し羽飾りみたいでいい感じかなと思ってます。ちょっとあの中隊長っぽい感じがしますよね、こうやって頭に出っ張ってると。走ってみましょうか。これこの間あの福島行った時に、米沢の時かの時は米沢走った時にあんまりにも風音がひどいんで、そうそう、中隊長機。中隊長っていうのはガンダムネタですけどね。おはようございます。あとこの実はこのレインカバーの右側の方がこれゴム紐切れてて続調ですね。コミケには行かないんですよ今年は、躊躇。ゴム紐切れてるんで無理やりあの束、あの後ろのポケットの中に丸め、あの端っこを、ま、捜索願い。全身ススキ、ん、何の兜、あ、武将か。で今これであの風は結構受けてますけどどうですかね。さっきよりだいぶマシになったんじゃないかと思います。前回の実績からいくと。だいぶ、まあ聞こえるぐらいになれば。しかしなんで USB オーディオマイクの音声入んないのかな。読み上げは来てるから、入力出力間違えてるはずはないですよね。マイクとヘッドホン出力間違えてるはずはないんで。なんだろうな、IC レコーダーの方ちゃんと撮れてるのに。おお、昨夜は何でか2時ぐらいまで寝られなくて、今日少し二度寝してきました。二度寝って言ってしまった。だいぶまあなんとかこれで
ん？ドライブ？この辺り道きれいになった、きれいに整備されてますね。いや待って、 IC レコーダー本当撮れてるかな、心配になってきた。放送はどうでもいいが GoPro 映像用の、よっと、撮れてはいる。ただちょっとこれ以上音割れしてるな、やっぱり。ちょっと待ちよう、音声一旦こっちはオフ。あ、ホールドかかってた。おはようございます。あ、こっちもなんか調整がいろいろ大変だな。よし、ちょっとあの GoPro 映像用の録音設定を訂正しました。あ、そうだ、これやったらタイミング合わせとかないと。二度寝、まあ、二度寝。朝やっぱね、部屋暖房切ってたんで、若干寒かったのもあったんで、なかなか動きたくない状態だったんですよ。この後海が結構綺麗。海がというか、海底が白っぽくて、白いんだろうけど、綺麗。で、向こうに見えてるあの山の方が、さっきの宿のとこから分岐して、先端の方に教会とかあるんですけどね、また戻ってこなきゃいけないから。マイク、おー、水自体もやっぱ綺麗だな。あれは、あれ、あんなとこに怒りが落ちてる。GoPro にススキ、あ、GoPro にススキ確かに見切れてるかも。ありがとうございます。そういや、そうだ、ウェブカメラよりはみ出してるからな、これは切り揃えるべきだな。ありがとうございます。指摘されるまで GoPro 映像にススキが入りまくってるとこでした。確か工具袋がこっちに入ってて、その中に空港通過するためにハサミ、ブレードなしナイフがこっちに、あれ、どこ行った、あれ、工具袋どこ行ったっけ。工具袋はだったっけ。ん、違うな、やっぱこっちだろう。工具袋どこ行った？羽衣？羽衣ってガのやつでしたっけ？あれ？工具袋どこやったっけ？あれがないとやばいですよ。リンコもできなくなる。あったかな？あったろう。
あったあった。アクエリアス。ん？あ、アクエリアス。おはようございます。あったあった。これです。レインカバーが、レインカバー、ゴムの切れたレインカバーがすごく取り回しがやりづらい。これでいいかな。やっと準備できた。で、ようやく。カット、カット、カット。ん？よし。よし、切り揃えた。切り揃えました。カットしました。相変わらずもたついてすいませんね。で、これはいつもキーホルダーにつけて、あ、そっか、キーホルダーこっちの中だった。よっと、鍵束と一緒にして、ビンディング結構緩めだと思います。私の設定はあんまりガチガチだと結構付け外しがめんどくさいんで。よし。あ、で、あそこになんか船の錨が放置されてます。放置されてるとか、海面から突き出してる。なぜあんなところに。ああいう怒りとかって、あれは鴨川のあたりだったかな、にあるお手。あ、ミックスの方はオーディオデバイスを変えれば多分ちゃんとできると思います。今使っている安いオーディオデバイスの組み合わせが、なんか声が途中から変になるっていう、変バグなのか不具合があって、同じそのオーディオデバイスで予備のやつと交換してもそうだったんで、多分ドライバー周りとかじゃないかなと思うんですけどね。それ以外は充電しながら配信はできそうだったから、別のオーディオデバイス試して今後はミックスに切り替えていきたいと思います。今これルークスですけどね。タブレットは今はやってないんですよ。ちょっと音声デバイスの不具合があって、あ、さっきオートフォーカスオンにしたんだった。忘れてました。さっき写真見せるためにフォーカスオンにしたんだった。オフ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 。これでよし。て、この雨が降ってない間に進まないと。で、今日これから30キロぐらい、30キロちょいぐらいかな、走っていった先に道の駅があって、そこでなんかバイキング、昼飯バイキングが好評らしいので、とりあえず今日はまだレストランはやってて、
ありがとうございます。バイキングは今日やってるかどうかわかんないですけど、やってること期待して。ランチは13時ぐらいまでに行けばなんとかなるんじゃないですかね。おお。なかなか。あそこなんか漁船みたいなのが出てますね。よっと。雨がですね、基本的に雨の合間にちょっと晴れる感じです。何度も雨雲が来るんで、もう完全雨装備でやってます今。 GoPro も最近ずっと使ってた GoPro3 じゃなくて、ハウジングつけたまま充電ができる GoPro2 の方で今日やってます。なので若干映像が 色とかが違います。 YouTube に上げる分にはあんまり細かい画質はもうどっちにしろ変わらなくなるんだけど、本当は GoPro2 と3の映像は結構違います。高解像度感が。風が結構ありますね。今日は北西の風らしいです。つまり私が向かおうとしている方向から真っ向向かい風です。晴れてればもう本当に全然違うな。この後も雨雲の様子見ながら行きたいんですけど、まあ降られる分にはどうしようもないんですけどね。雨宿りもできない。画質は元画像は相当綺麗です。2と3の 1080p とかの同じ解像度で比較しても全然違うんですけど、 YouTube に上げるとあんま変わらなくなりますね。あと GoPro3 はすごく細かく映ってるけど色が変。あのあたりファームウェアでもうちょっとなんとかしてくれないかなと思うんですけどね。いつも映像編集するときに若干青みを強くしてます。またファブさんを名乗る人が本人かもしれないけど、多分嫌がらせなんじゃないかな。そんなマヌシカの絡みが面白いっていう人ですよね。本人だったらすみません。ご本人だったら。喧嘩トスとかそういうのが好きな人ってイメージがある。ございます。あの時お世話になりました。あの時ですよね。やっぱりちょっと向かい風だ。
なんて書いてあるんだあれ。なんとか朝危険。読めない。あれ漢字なのか。なんとか前方水域。あ、回線ですか。電波ないところは一応確かこの辺りエリア内のはずですけどね。あれ日本語じゃないんだ。音声吹っ飛ぶと、あーなんかちっちゃいカモがいる。あれヒナか。カルガモのヒナみたいなやつがいる。なぜか1羽だけ。もう撮りたいな。ああ飛べるんだあいつ。あと向こうの方になんか跳ねたな。あれなんだ。ひなっぽいやつを。ああまた黒くなってきたな。また天気が今一つ。よくなくなってきました。よくなくなってきました。よし配信。ああでも今はもしかしたらまたウェブカメラが接触で止まったかもしれない。しかし本当配信してると進めないな。止まりすぎ。あ電波か。キロしか来てないよな。トンネルか。降ってきた。
ああ、マタリカリが捨ててある。いいのかなあれ。とりあえずトンネルで雨宿り。降ってきたな。雨です。噴水行ってんのかな今。ふってきたので、あれで、あので、トンネル入り口で雨宿り。すんな。雨雲は、あれ？結構降ってるな。来てる。この後もちょくちょく来るな。こいつが通過するのが俺は、でもすぐ通過するんじゃないかな。降ってる。お、ふとふとみたいです。結構、おお、あらりに変わった。おお。でもあられだったらまだ走れるんですよね。無慈悲、慈悲はない。音が少し聞こえれば、このザーっていう感じの音聞こえると思うんですけどね。でも多分この雨雲はすぐ通過するはずです。 X バンドはそういや、ここはあるんだっけ。 X バンドの地域で九州北部、過酷ですね。雨雲が来てます。エリア外だ。X バンドエリア
かい。いや、新しいとこ来たいんで。雨雲しかないか。雨かしら、アプリの。雨雲は真上にはいないんだけどな。今日は福江港まで戻らずにミイラクの、あの輸送してるまで30キロぐらい、40キロかぐらいといてもあるな。大分県何故大分県やんできた。全身雨宿り中。下がりますね。特にこういう電子機器をいっぱいくっつけてると、このままか、このぐらいかな。よし、そろそろいっか。動かす。頑張る。まあそこそこ頑張ります。よし、単純な生き物だけ聞こえた。今のあられというかみぞれが瞬間的に積もってる。さて、こ
ここはちょっと市街地のはず、地図で見ると。電波来ないかな。お昼13時ぐらいまでに行ければと思うんですけど、どうかな。とりあえず今ここは多分行ってると思うんで、現在地をご確認ください。あれ、マイクどうなってる。こうか、こうか。朝は和食です。宿の朝食でした。目玉焼き、韓国海苔、海苔がえらいたっぷり入った味噌汁。あれ、あとおかずなんだっけ。焼き魚だ、焼き魚。アジの干物の焼き魚でした。トレーニングセンター前。ロックができてるよな。うん、左、国内でってことですかね。あ、風が、まあ雨降ってるよりいいけど。漁業者トレーニングセンター、農林漁業者。昨夜配信して しましたよ。荒川温泉は足湯は浸かりたいな。今温泉行ってますか。ちょっと上り。残念。足先は結構今冷えてるんで、足は行きたいな。あ、な、うん、な、え、全然聞こえなかった。悪条件は場合によりけりですね。あんまりひどくなってくると逆に面白かったり面白くなってきたりしますけどね。こういうなんか突き抜けてない悪環境は、悪い環境はいまいち。あ、来てますか今。あ、向かい風が今度は。そう、荒川温泉のところに足湯があるはずです。観光ガイドに載ってた。本当向かい風だ、正面からの。
ダーリン。何のネタか分かりません。まとみついてますね。ピーク超えた。超えたじゃない、超える。ですか。こうやって見ると割と晴れてるように見えるんだけどな。上り坂と向かい風で今結構来ました、疲れが。足自体の筋肉痛はまだ全然今のところないんですけどね。そう、風が道路に書いてあるなんかありましたっけ。道路に また上りか。応援メッセージ、なんかベンガとかそういうやつですか。クロマグロ養殖中。ここはかな。おお、色綺麗。歌詞を、それ多分なんか歌詞なんでしょうけど、私わかんないんで乗れません。ああ、おお、色綺麗。で、ここにもなんか海鳥じゃなくてカモがいる。さっきのとこも小さいカモがいたんですけど。マグロ、ここですかね。それともう少し沖の方かな。あ、電波が。荒川温泉のとこまではフォーマ地図上は大丈夫だったんですけど、おかしいな。レーザーですよね。そう思います。レーザーじゃないやつ知らないけど、またそういうレトロ PC ネタで私が食いつくと思ってますね。そんなんで全くその通りだ。わかんねえ。
まだ登ってる。はい。食いついてないよ。食いついてなんかないよ。てかラグひどいですね。はい。電波悪いみたいですね。屋根裏。結構登ってました。もうすぐ終わるはず。適宜リロードお願いします。合法的に増設できればいいんですけどね。もうすぐ終わるって言ったのは坂道のことかな。上り勾配が。わは、今の2つの文章なのかな。ちょっとした坂で結構きつく感じてるので、足はそんなに筋肉痛はないんですけど、全身がそれなりに疲れてきてるのかもしれない。くねくねです。車今何台目だっけ。これ1台目だったかな。車が通過しました。とはたらしばらく海沿いかな。アップダウンそんなにないはず。ロバネタ引っ張ってますね。何が引っ張ってるんだロバネタは。
ご飯、そうそう、筋肉痛じゃないんですけど、全身がなんか疲れてるせいじゃないかなと思うんですよね。風邪気味でもないんですけどね。風邪気味になったらすぐにあの唇が荒れるので分かります。リップクリームも今回持ってきてます、去年買ったやつを。だいたい冬場にツーリングしてると3、4日あたりで唇周りが荒れてきて、口切れっていうのかな、ひび割れてきます、唇周りが。釣り客、あーでもクエが取れるんじゃなかったっけ。まあでもハイシーズンじゃないんでしょうね、釣り的にも。観光パンフにもあのベストシーズンって書いてあるのが1年間の半分以上あの線が引いてあるんですけど、11月でベストシーズンは途切れてました、さすがに。下ってきた。これはなんか集落っていうよりは港が、漁港があって、そのためだけの建物なのかな、周り建ってるのは。民家っぽい建物がない。いや、なくもないか。でも少ないな。キスしてもらわなかったです。何が？小さな漁港っぽいものか、ぽいものがあります。あの辺りは民家なんだろうけど、廃屋もあるな。風が、お、あっちに見えてる山なんだろう。ん？そう、独り言言ってます。民家が数軒、四五軒かな、あれは。あ、こっちも民家か。地名は布浦かな。あ、この辺は普通の民家なのか。じゃあ10軒ぐらいはありますね。あ、かんころ餅食べたい。かんころ餅、まあ、お土産屋さんに行きゃあると思うんですけどね。店頭で食べられるとこあるのかな、かんころ餅は。そう、風の音対策それなりにしたんですけど、さっき。でもこれウェブカメラ音声なのでかなり音悪いと思います。悪いというか、あのノイズがひどいと思います。餅巡り、うん、あの辺りどうなってんだ。でもなかなかあのお菓子系の餅、うん、うん、カラス、もち米系の餅に限ると結構少ないと思うんですよね、名物餅は。私はスワマ系とかのうるち米の餅よりはもち米の餅の方がかなり好きなんで。
たいですね。これトンビか。トンビと一羽だけカモメがいる。カモメが少ないな、そういや。ん？で、今これ海沿いまた走ってるんですけど、向こうの方に、あ、見えなくなってる。あ、音も。じゃあちょっとチェックしようかな。電波悪いですね。エリア内のはずなのに。そういう砂浜、白い砂浜があるみたいですね、先の方に。あ、いいとこだ。電波の話かな、今の。人生雲あれば楽もあるんですね。うん、綺麗。ごめん、砂はまだ先の方です、だいぶ。今なんか車内から見られてたな。坂道。上り下りは結構あります。海岸線がギザギザなんですよね。また黒い雲が来てるな。ここでなんか養殖してるの、あれ輪っかになってるのかな。
ダーリン。景色映ってるんですか。向こうの方に。ああ。寒さそれほどでもないです。日が照ってて。あと登ってるんで。ちょっと汗ばんできた。向こうの方に養殖っぽい囲いが見えるんですけど、あれ上から見たら、丸くなってんじゃないですかね。四角っぽくない。延長島ですかね。いや、あれはまだ島じゃなくて、一応陸地でつながっているところ、橋もあるけど。次の雨雲が近づいてる。空が黒い。来てる。次に雨宿りできる場所がちょうどあればいいんですけどね。刑事物語さん、ちょっと写真、あれやった、あの海の色映ってますかね。そう、目の出会いが口が回ってない。刑事物語って武田鉄矢のやつでしたっけ。ハンガーで戦うやつ。ハンガーで戦う話ってのは1回だけなのかな。なんか長距離バスの中で見た覚えがある。うわ、えらいとんがった山がある。福江泊まり、それ迷ってるんですよね。車、今ほら通過中。今の車で何台目かな。まだ5台は見てないと思うんだけど。で、今日は福江湖までそもそもたどり着けるかどうか分かんないです。雨宿りしながら行ってるんで。もうこの割とすぐ近くのミイラクっていうところの輸送車で止まってもいいかなと思い始めました。でも上古島の方にも行きたいんですよね。刑事、あ、テンパ旅行ですか。お、割と大きな漁港が。で、向こうの山がとんがってるの分かりますか。そう、雨が降ったり止んだりです、今日は。なんか疲れてる感じがするな。つけなかったら、まあ福江港まで、一応予定ではですね、福江港まで着いて、上五島までの船が時間が合えば渡った先の宿を探すっていうのもあるんですけど、ただこのペースだとそもそも福江湖まで着くのかって話が。そうそう、あとなんか福江島でこんな雨の中ばっかり走っててもあんまり印象残らなくて嫌だなと思って。明日は確か曇り予報でしたよね。雨予報じゃなかったはず、今日と違って。
私まだあちこちに電気自動車の真ん中、真ん中道あるんですよね。そうそう、あの道も本当は網羅したい。でもこの島意外となんか走ってみるとでかい感じがします。まあ自転車のペースでいうと普通は1日で一周なんでしょうけどね。でも昨日昼ぐらいに着いて速攻で予定立てたから、あ、電気スタンドだ、急速充電器。速攻出てきてないですね、人は。電気自動車がレンタルで あって、島のあちこちに充電ポートがあるんですよ。あ、荒川温泉だ、滑らんように。あれ、足湯はどこ、見えるところにこれ足湯はないんですかね。あと、そもそも足湯って無料なんだっけ。公衆浴場はあるんだけど、おっと、実験エリアなんですか。電気自動車って別に実験中じゃなくて実用で走ってますよね。走ってないんだっけ。この間十和田湖でも見たし、充電。なんて書いてある。荒川温泉です。 GoPro、 今ケースに入れて使ってます。 GoPro2 の方。あ、もうちょい先なんか、もうこれ今年はやってない風に見えますね。まあさすがに風呂にまで入っていくつもりはないですけど。そうか、足湯は別なんですか。ありがとうございます。よっ、写真だけ撮って、あ、温泉やってますね。人入ってますね。朝9時から夜8時半までやってます。電話寺みたいな温泉は、まあ入りたい気持ちはかなりあるんですけどね。今日雨が来てれば入って、あ、もしかしてこれ雨がちょうど通過するようなタイミングだったりするのかな。現在10時50分、あ、今から来るんだ雨が。今これ多分今から降りますね。でも足湯の方が、足湯の方で靴下飛ばされたこともありましたね。ニュースですか。足湯のとこまで行ってから毎度ですよ。ひとしずく、いや結構濡れてます。なのでウェブカメラなんか本当はやばいです。本当はね、本当は。あ、パラッと来てる来てる。足湯、屋根ありますよね、足湯は。あれか、そうそう、結構全身温まってくるんですよね、じっと入ってれば。これだ、荒川温泉足湯。そう、ちょうど今から少し雨が降るんで、ここで休憩していきましょうかね。来た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 、バテンアラカしてますよ。無人ですね。露天って言うんですか、こういうのは。わあ、しまった、引っかかる引っかかる。自転車逆向けてと。ふう、あ、人が入ってきた。あ、こんにちは。ちょっと雨宿りしていこうかと思って。
声をずっとまさか。ええ、あの昨日昼にフェリーできて、うん、で自転車で、うん、1日昨日30キロぐらいしか進んでないですけど、坂道は大変でしょう。そうですね。そんなにひどい坂は少ないんですけど、あ、まあね、昨日雨に降られて、まあ、今日もですけどね、どこからですか。あ、住んでるのは横浜の方なんですけど、あこっちまで長崎空港まで飛行機で自転車持ってきて。あ、そうですか。ええ、冷たくなさない。で、あの福岡が実家なんで、この後あの帰省します。あさって大晦日ぐらいに。うん、使いなくなると1500円なんですけど、袋詰めした状態で、タイヤを前と後ろ外して、うん、であの車体にこうやってくくりつけるんですよ。夏場は少しキャンプとかもしてみたりはするんですけど、冬場は寒さ苦手なんで。いや、寒さ苦手じゃなくてもちょっと怖いですよ。今回の、今日特になんか寒いですよね、この年末は。あられとか雪とかって寒いですよね。どちらかから来られてるんですか。はい、いや、カメンの実家がそこなんですよ。ああ、カメンの実家なんです。
ょっと一周期が昨日してる。その方はなんか宿も少なくて、結構あのどこまで走ってくるかっていうのは自転車だと計画難しいんですよ。やばいですね。まあ、昨日はあの、大砲っていうんでしたっけ、大きな宝の大砲っていう海水浴場のあるところに泊まったんですけど、だいぶ夜遅くなりました。こっちの方まで来る。何でそこの中にこう入ったんですか。あ、宿あるんですか。大竹に行ったんですか。漁師町ですね、うん、そうですね、なんか小さな、うん、あの漁港があちこちありますね。昔は、今ほらもうほんと中国とか、ね、ああいうところから魚が出てくるんですけど、昔は、あの、藤田とかのことが取ってったらしいんですよ。ああ、たぶんありました。なんかあそこにこう、ね、藤田の骨がこうありますけどね。あ、骨があるんですか。ええ、高校行ったら駐車場がありますよ、ええ、そこ の, あの地域福祉センターのありますよね、ええ、その先の方に駐車場があるんですよ、でそこにクジラの骨がこういう、あの実物がですか。あ、実物ですね。でっかいのがあるんですよ。センターよく4メートルがあるかな、ええ、こんなものが前に、なんかあの上五島の方だったかな、どっかではまだクジラを結構家庭で食べてるって書いてありました。あれもあれですよ、調査を取ったやつ、ね、今取れないですよね。今取っちゃう、うん、怒られちゃうから。キイザキ。なんか昔はこの女の方はスナックとかそういうのがあったみたいですね。あのちょうど東シナ海に行くのにここが場所的に一番あるじゃん。あちらに面してるかな、東シナ海にこの面してるんで、あ裏の方にまだ廃屋とかあるんですかね。いや、もう路地の小さいのがありますけどね、自転車でパイパイパイちょっと。なるほど。あじゃあそういうとこ見ていきたい。もうその山があるじゃないですか、ね、その山がこの迫っておるところ、こっちだけしか住宅はないですけどね、空き家っていうのが多くなって、うん、なんか廃屋みたいなところもあちこちパラパラありますね。なんか雨雲が来てるから、これから降りそうだからって雨宿りしたんですけど、ああ来てないな。これはもう降ったりやんないですよね。ですね。なんか雪みたいな、雪みたいな雨みたいな。入ってない。入ってるの機械じゃん。あ、これ？ね、あ今泡が出てきます。出てきてるんですかね。あ、ちょっと暖かい。はい。あ、暖かい暖かい。こっちの方が。
それでもいいです。またマイクが水没してた。やばいな。そろそろ出ます。画面も来なさそうなんで、雨がですね。しかし今 GoPro 用に録音してるマイクが水没しちゃったんで、気がつかないうちに結構水に浸かってた。アドムさんがそのネットも引っ張るな。本当にプレッシャーかかるじゃないですか。石ですよね。お湯の脇の方にこの配信セットを置いてたら、気がついたらマイクが水の中に浸かってた。水中の音を拾いまくりですよ。どうかな、マイク生きてるよな。下ネタ、今下ネタどこに。一応反応はしてるから壊れてはいないみたいだけど、そう、何らかのものを水没させないことには始まらないから、私の配信は。とかなんかいらんこと言ってるな、またちょっと待ちよ。マイクん、雨降り後のチェーンを素早く回して、クランクを素早く回してチェーンの水を弾き飛ばすくらい、それによって夜間錆びるかどうかはかなり違う。進まないと。そうそう、今のうち水没人生待ったなし。また曇ってきたな。でもしばらく雨雲は来ない感じでした。でもすぐ近くで雨雲がなんかいきなりできては出てくるから、できては降ってくるから。おマイクまで、なんか来た。来た来た。こっちがガラス窓の向こうにいるからって油断してやがるな。お、にゃーんとか言ってる。
かに。電波だとこの状態で、お、来るか来るか、来た、お、人懐っこいやつだ、小さい小さい、ノラだな。おい、こんな配信向きの状況で可愛いけど食べ物あげられない、私のポリシーとして。ああウェブカメラの問題かなこりゃ。上がってきた、吸ってる吸ってる、すり寄ってるすり寄ってる、吸ってる吸ってる。ぬくい。もっきりすり寄ってきますね。綺麗かな。少し汚れてるように見えるけど。ケーブルがケーブルが。ちっちゃい。頭ちっちゃい。これはなかなか餌もらってそうですね。うん、うん、うん。私の方に自分からやってくるなんて珍しいな。向こうから完全にすり寄ってきましたよ。音がない。ちょっと、ちょっと。入れててチクチクするチクチクする。音がないのはなんでだ。そう、あ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 れ音来て、あ、来た来た来た。音がなくなるのよくわかんないですね。うん、たま、ああ、舐めてる舐めてる。餌をくれるじゃないですかね。あの、近すぎて撮れないんですよ、映像が。近すぎる。ちょっと離れて、ちょっと離れて。ああ、ダメだ、寄ってくる寄ってくる。顔ちっちゃいな。鼻結構綺麗ですね。多分ここの足湯専属猫なんじゃないですかね。でもなんか首筋をあんまりやってもおとなしくしないな。近すぎてこの可愛い顔が取れない。よっと、おお。というわけで、ちょっとあんまり時間食ってる場合じゃないんだけど、ここまで積極的に来られるとたまりませんね。お、この顔この顔。というわけで、すいません行きます。あ、足元に、危ない危ない、蹴っ飛ばすとこだった。
ちょい。今映像行ってないのかなこれ。とかわいがられてんだろうな。また振ってはいないよな。また可愛いなぁ。今配信はどうなってる？あ、読み上げ来てないのか今。ああ、ボイムちゃんがハングしてる。ちょっとお待ちください。踏まれてる。あの、ほんと危険なぐらい寄ってきますね。下手したら踏みますよ。でもやった、慣れた。よし、来た。うん、顔猫の声聞こえてますかね。結構さからうなんうなんってずっと言ってます。丸くなってる。それじゃあね。それじゃあ、こういう顔するのがたまらんな。じゃあ。結婚。そう。じゃあ、看板猫なんでしょうね。ああ、たまらんな、ありゃ。全く可愛いな。思わぬところで、あ、でも結構、昨日もそうなんですけど、猫あちこちで結構見ますよ。島内の。妙に山道みたいなところでもいたりするし。癒されたな。